さあ観客の見守る中、開始の笛が鳴りました。サイドを紹介します。向かって右のエンドから攻めるのがリオン、反対側左のエンドからがスウェーデン。一人いい動きを見せてますよ。ここで奪い合う。いいシュートでしたよ。北欧の強豪スウェーデンが攻めます。インサイド気味、パスクリス左へ。上がり方をしますね。サイドチェンジ、スペースをうまく使おうとしますね。いいプレッシャーだ。チェック、これはサイドからいい上がり方をしますね。チェックに行く。サイドチェック、中にスッと入ってきますね。ここで流れをつかみたい。横へ運んでいきます。前出てキャッチします。ディフェンスラインで回します。回してうまく受けました。本日アシストで貢献。それにしても北澤さん、はい、リオン前半で1対0、得点後もまだ流れは変わっていませんか。得点してからそんなに突破の動きは見られませんけども、相変わらず好調ですよね。いい守りを見せました。ここは阻まれました。スウェーデン今のところ1点のビハイン、少しボールが広がると相手に中盤を支配され始めているように見えるんですが、少し回路を遅れ出してますね。もっと足を痛めたようです。どっかで当たってるんでしょうね。そうですね、ヘッドでのスリアン、
安定した攻めを見せています。ニセオバストス、ボールキープ力に欠けている。サイドからいい上がり方をしますね。ここからレベイエール、ここでホイッスルが鳴りました。後半参りましょう。リオ引き続き前半の勢いを見せてくれるんでしょうか。パスを繋いでいく。さあ前で味方が待っています。さあ前にいるぞ。中盤でしっかり展開してますね。一人いい動きを見せてますよ。少ないぞ。守りを固める。あっとこれはオフサイドですね。はい、枠が待っています。オフサイドです。ここには誰もいない。パスチェックに回る。中に人がいる。防ぎに行く。2人いい動きを見せてますよ。ゴール。さあリオ、ここで試合を振り出しに戻されています。そして前線ボールを奪われています。リオ動いてますね。そしてすぐにボールはここにあります。2時間経ちます。中にスッと入ってきますね。ゴール前を固める。ここは戻ったディフェンス陣にしっかりと守られた形になりました。繋いでウリア、ボナロン、中盤でしっかり展開しますね。左サイドです。頭で競り合います。縦へ。北澤さん、スウェーブゴールしてからのこう動きというのはいかがですか。そうですね、大きな得点を入れたわけですからね。さらにもう1点という気持ちが動きに見られますよね。なるほど。そしてここはクリス、バックパス、中央から走り込む。ここからシェルストレーム、右サイドから。さあいけるか。いやしかし惜しかったです。左へ。後半の30分を過ぎています。スペースをうまく使うとしますね。中の味方は3人。いくか。ヘッドでクリアする。しかしいい攻撃見せましたよね。サイド攻撃を見せましたが、ここは攻めきれませんでした。リオン、結局このボールを奪いました。預ける。
が来てますよ。ここは阻まれました。戻します。しかし追いかけるエルマンデル、大きく横へ運んでいきます。おっと、ボールは戻り、縦にボールが出て中へは、いい動きを見せてますよ。ここはよく守りました。横へ運んでいきます。ストライカー、リサンドロ・ロペス。そして今笛が鳴りました。試合終了。